両チームの選手たちがピッチに入ってくるところです。この両チーム通算対戦成績で言いますと水戸が14勝、チャンスを作らせないという攻防が続いています。裏へのボール、藤尾体をぶつけてシュートまで行く。アルマス狭いところを使う。安藤一旦下げます。平塚のシュート、梅田が抑えました。コート私も変えたことありますけれども、あ、そうですか、はい。まあ、一つはピッチ状態が思っていたのと、ええ、こうアップとかでやってた感じとこう違っていたり変わってきたというところでありますね、はい。まあ、あともう一つは同じスパイクで前半と後半で、伊藤逆サイド、藤尾がいる、トラップして藤尾のシュート、梅田のセーブでした。いや、決定的でしたね。最後シュートのところ梅田選手よく防ぎましたね、はい。まあ、いいタイミングでこのパスが通ります。宮崎、柔らかいボールをゴール前に入れていく。ミッチェル・デューク、激しい競り合いでした。あっと、ミッチェル・デュークイエローカード。まあ、このクロスに飛び込んでいったシーンですけれども、まあ、先に小田選手が触りに行ってキーパーキャッチできるような、そうですね、まあ、こう岡山の守備というのは、はい、中に送ってシュート、バーの上、決定的でしたね。これ森のシュートでした。ここに鈴木がいました。パウリーニョ、ちょっと足を滑らせる、ノーファールです。中に送る、藤尾切り返す、伊藤、梅田のスーパーセーブ。いや、惜しかったですね。そうですね、まあ、ここ少しパウリーニョ選手足滑らしところを見逃しませんでしたね、鈴木選手。ここもよく見てましたよね、このフリーになった伊藤選手のところ。ただここ中に送る、中山、奥田が行く、ボールは残ってます。奥田後ろに送ってシュートが来た。ここも梅田のセーブ。ゴールキーパーとしてはここのスルーのところで少しタイミングがずらされた部分はあったと思うんですけれども、まあ、よく梅田選手センターバックも高い位置を取っています。鈴木から大崎、山根、ここから打ってきた。山根にパスが出る、中に送る、中山待っている。岡山もなんとか耐えています。中山のキープ、つながった、松崎右足で打ってきた、こじ開けました。水戸途中投入された松崎海、今シーズンの7ゴール目、前半戦に続いて終了間際にゴールを決めました。ステップを踏んで、ここまず中山選手ですね、ここからうまくステップ踏んで相手をかわしてシュートコースを開けましたよね。で最後こう利き足じゃない右足、浜田も入ってきそうです。中央シュートが来る、ニアを抜いていった。岡山追いつきました。いやー、すごいシュートでしたね。石毛参戦連発、作ったのも素晴らしかったですし、まあ、なんといってもこのシュートですよね、はい。いや、見事でしたね。ここで長いホイッスル、白熱のゲームは1対1の引き分け。